ら、この逆光がまたほら、もう完璧。ああ、ほら、通り飛んできた。まあ、もうすごいこれ。ああ、本当だ。ああ、めっちゃ綺麗。あれ？鳥かと思ったら、テレビについてたゴミでした。鳥いなくな、会いたいですね。これ、レジでされるとモザイクかけるの大変なんですけど。あ、させさーせ。いや、わかんないです。作るかどうかわかんないから。じゃあ、申請しまーす。ほら、何本なんだろう、はい、っていうか202しかないから、無理だ。乾燥しない？202だ。バイアンスデイドとかも行く？いやいやしんどいなしんどい。しんどいの。あ、あ、久しぶりだ。あれ、なんかすごい。ん？侍。ワープしてきたみたいだね。そう、なんか。そこの真ん中だ、中だけ、そう。かっちょいいこれ。あ、侍だ。あれ？いや、だから。いつの間に侍カンストしました。え？あれ、前からでしたっけ？侍は結構前から。ええ。そうでしたっけ？すごい。なんか風になびいて足がこうペロってなるのがちょっとね。ちょっとマズラさん。ごめんごめん、邪魔臭い。セクシーで。あ、中は白いパンツを履いてます。結構恥ずかしいです。結構この FF のあの袴っていうかなんかスカート系ってすぐパンチラしますよね。そう。そうですね。しかもここは。落ちるから ID。 あれ、くるっくる落ちるところだったら余計。ここ見た感じ若干ツントシっぽい感じするんですけど、ね、イメージ的には。もしかブリーフか。あ、そっか。でもキャップ装備によって履いてる下着が違う、色違ったりする。あ、そうなんだ。もしかしたらだからワンちゃんあれでパンチラならぬフンチラかもしれない。フンチラ。やだな、その響きが。男のフンチラ。男らしそうだけど。男らしそう。フンチラ。フンチラ。あ、今フンチラ見れなかった。あー、そう、ちょっと狙ってたんだけど。狙ってたの。いきゃーす。はーい。変な名前。へでてと。なんかさ、FF のさ、敵も味方もだけどさ、あれだよ、読みづらいの多い。読みづらい。これか、そのまんまの名前か。そのまんま。もうちょっとひねんなさいよみたいな。FF なんか変なのひねってますよね。なんかあの芋みたいなやつ、ポポトとか。ああ、ポテトでいいじゃんって。確かに、そのままのやつとかもあるもんね。うん、今さナイトレベリングしてんだけどさ。はあ。いや、斧はさ、はあ、今レベル15なんですよ。はあ。なんか装備をさ、これからまた斧の分の装備もこうために今使ってるやつとかをこう取っとくのもめんどくさいなと思うと、斧もちょっとレベリングして追いついておいた方がいいのかしらってちょっと思い始めて。おお、どっちでもいいんじゃねえか。どっちでもいいね。斧のクラスクエは面白いですか？60からは楽しかったけど、なんかそう、60からは楽しいという話はユッケからずっと聞いてる。だってそれまでってルガディンのなんかむっさいのしか出てこないですよね。うん、やっぱり楽しみがないんだな。だって60からはゴージのラブコメだけど、うん、60まではゴージの謎の兄弟愛だもん。そうなんだ。北斗の剣ですかこれっていう。そうなんだ。あんまり面白くない。わかんない。まあ人によるね。人によるかもしれないけど、俺は別に。そっか、モチベーションが上がりませんわ。むしろメインキャラの時確かスキップしたもん、何回か。スキップしたの。話聞いてあげて。
あの筋肉さんでちゃんと聞いたから。ああ、そう。あれレジータ。え、ごめん、私のホーリーですね。あ、ホーリーか。さあ、せん。レベル15から上げんのきついんだよな。ちょっとめんどっちやな。20あたりで一回壁がある。ははは。うん、個人的に。20過ぎたあたりで、あの、なんだっけ、討伐手帳をやりきってしまうと、あー、なんかね、ナイスです。ナイスです。ナイスです。私はなんで攻撃できないんだろうと思ってたら、ユッキをたげてたことがよくある。殴ろうとしてるんですね。かもね。いきまーす。おーい。筋肉覚えてないなぁ。ここなんか覚えてる。突っ込んでくるやつでしょ。これは…あとは知らんけど。あ、全体かいな。あー、あれシェイクオフするわけだな。そう、全体か単体かがわかんないとかね。どっちだ、なんだ、なんか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 ついた。あ、ああ、ギョボしたこいつ。いいやつだ。ここだ。あ、壊れてるやつか。はいはい。もうこの見た目が嫌。すげえ痛そう。痛そう。めっちゃ痛そうだ。ハモった。痛そうというか、なんていうか、死ぬよね。普通に死ぬよね、あんな。真っ二つだよね。歯受けたハードとかにありそう。あの人間ミンチ部屋。ああ。これなんだっけ、単体？ああ、単体だった。くそ。3万3000とか食らった。なんかここっていうところでバフがうまいこと使えないんだよ、最近。反応できない。なんかまたついた、またついた、またついた、またついた。またついた、それはなんかあの。緑色のヘドルみたいなやつ。うん、そうそう。この辺かなー。回ってきたよ、なんか。あー、こっち。と、あいだー、あら。あらあら。ごめん、救出遅かったわ。いやー、救出が、うまいこと使えないわ。結構なんか反応鈍いしね、あの球種ね。うん、いやだからもうほんと、なんか1万超えてるよ。はい、10万でしょ。あ、10万だ。1万を超えてるわな、それ。1万ってレベル50の時だよ。しっけ持ってた。これ普通にスリローバトル使わなくても10万超える日が来るんだろうね、きっと。もうそれこそ 5.0 になったらねえ。 5.0 の最終的に何本ぐらいなんだ。え、でもさ、この今390じゃん。うん。400になったら、あ、すっげえ、いい景色、いい景色。このか、この価格だったら虫が入らない。確かに。いや、でもユッケさん、それ虫入ってる。いや、このここほら、もう虫全く入ってない、ほら。完璧。そうね、でも綺麗かな。美しい、ほら、この逆光がまたほら、もう完璧。ああ。あー、ほら通り飛んできた。まあもうすごいこれ。あー、ほんと。あー、めっちゃ綺麗。あれ、あれ鳥かと思ったらテレビについてたゴミでした。鳥鳥いなくな。あー、いたテレビについてたゴミ。ついてたゴミ。おもろかった今の。お宝、お宝、うわ。ほんとこの虫、厄介だな。なんでいるの、虫。いや、あれ、一匹なんか取れない。あれ、持ってたんだよ。あら、ロッとしてたらユッケさんがピンチだもん。大丈夫。あ、間違った、間違った。フォルフメイクしちゃった。あらな。なんかね、あのセレクトボタンの位置が微妙に違うのよね。あ、そうなの。そう、あの場所がちょっと違うんだ、位置が。
れなんかもう戦士よく分かんなくなってきた。え君じゃあ何でいけるの。ナイトあたりがナイトなの。どういやどう、うん、なんかユッケさんのメインかなって思ってたジョブがことごとく違うかもって言われてるんですけど。なんかね、うん、気づいたらねインナービスト常に100になってんだよね。あれ使ってないもったいないと思って、でも何していいかよくわかんない、うん、インナービストってなんだっけ。あのこういうこ今クルクルってスティールサイクロンしたりとか、うん、現象の魂とかなんかいろいろあるんですよ。いろいろあるんすか。ずっと100になってるとね、もったいないんだよね。あれか、赤魔同士のさ、あのゲージみたいな感じ、あのゲージがこう100、ずっと100になってるみたいなもんかい。そう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 、それはもったいないわ。把握した。だタンクだからもちろん原初の魂やったら、うん、自分の防御力ちょっと何秒間かかったりとか。あーもったいないね。もったいないでしょ。そうだね。ナイトだったらわかんの。ナイトだったらどうだろうね。あーうん、あ大丈夫だった。うん。放りしましたよ。いやさすがだね。神タイミングだね私。誰も褒めてくれないから自分で褒めていた。はいナイスナイス。ちょっとかなちょっとなんか申し訳なくなってきた。ナイス放り。催促したみたいになっちゃった。昔は。なぜ？棒読み超えてるよそれ。褒めたじゃん。HP が減りながら増え減りながら増えながら、うん、ごめんね全体全開しちゃって。ありがたかったです、うん、いや普通にナイスであそう、うん今のうんにゃはどっちかな。ジャックさんだと思うよ。ユッケじゃないの。ジャックさんなのこれ。ちょっとジャックンですよ多分。ジャックンです。ジャックンですられちゃった今。ジャックさんですか。なんかあのなんか女性の低い声にも聞こえたんですけど。女性俺 こいつうにゃっつってる。うんにゃって言ってる。そっかな。ああまあどっちなんだろう。どっちのうにゃかわかんないっす。よーす。はーい。確かにまあそれっぽい掛け声。あね短いねこいつのキャラの。ああ。にゃみたいな。ちょっと近くにいて聞いてよ。こっち来なくていいよ。あ違うよ、ユッケじゃなくてジャックさんが近くにいるよ。ハイランドの女子なんかうーってよく言ってるけど。あ言ってんね。ほらふぅにゃでしたたまに聞こえるんですけどね。ユッケが言うほどの頻度で、あ、エスナじゃないのか、これか。どう？あ、ダメだ。ライムリリースか。どこで成功しようかな。あのね、ライムリリースを連発してくる時があるから、その時にしてくれると助かるね。そうすか。結構後だけど。こいつ何すんだっけ？切り方から攻撃しないでください。周りになんか出てくるよ。周りに出てくる。ごめん。あら、カチンカチンになっちゃいました。よいしょ、よいしょ。いける？ああ。これ使っちゃうか。どこだどこだどこだ、あとどこあとどこあとどこ。あ、もう当てた。おお。みんな。うん、いやなんか辛そう、咳が。いや、大丈夫です。全然。風邪っぽい感じですか？メニーさんに比べたら。まあ、確かメニーさんはほんと。久しぶりに遊びに来ましたわ。メニーさん、ちょっと事例出しとかもダメですね。海外勤務を命ずるって。そう。会社じゃないんだ。おーっあ、あら。いや、ふん、やっててもあ、届かなかった俺、くそ。あ、ここ連打？連打ゾーン？あー、ライムリリス連打ゾーンかしら。シーコー。あんま連打じゃなかった。あー、連打ゾーンじゃないかも。残念。もうちょっと後だね。あ、これあれか。あれ？
止め。ああ。姿を消したので走り回らなきゃいけないです、ね。いやもうここには来ない。俺はわかる。よし。お、なんか今一瞬。うわ。よし。あ。やべ、俺今日フンガいけんじゃない。フンガ動かなくても全然大丈夫だよ。行けば。フンガもう最後までいけんじゃない。もういけんじゃない。ナイスでーす。おーし。ありがとうございます。先生、先生。おー。シュイ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 。あ、なんか二度した。ありがとうございました。何本？え、292とかや。292とかかい？まあ別に乾燥しなきゃしないでいいんだけど、なんかボリゴンかけてますけど。なんだいそこ？僕ん家です。近地か。お、427いい感じ。あとなんか一個いっとけばいい。292。なんか他にも行くかい？うーん。あとなんか。創生完走するまで帰れま10やるかなとか言ってたけど君がもう無理だよねそれ。大体俺自分で思いついたことを途中で、あ、できないなって思うもん。うん、できないわ。なんで実行不可能なことを企画するかな。でもちゃん、ちなみにあと何歩ですか。あれ、100弱90ぐらい。あと90ですか。84。すげえ。ゆうけさんよりは溜まってる、ね、余裕で。みんなが完走したら、あの4人並んでこう釣り合ってマジネズリとかやりたかった。ネズリとか。なんかそんなやつはそんなこと言ってない。私そっちの方がいいです全然。なんかそこっていらないんですよね。でもね、ネズリとか言ってたら多分本当に僕コントローラー持ったまま寝ますよきっと。多分いびきが聞こえてきます。ライトオフ。ライトオフって本当にこの部屋の電気カチカチって消して。あ、私は一人だけ裏切って隣の部屋行って寝るけどね。でもエオルザーでそれやったらもう速攻釣れるからあれっすよね、早いっすよね。ライトオン。そうだ、更新しなきゃいけない。でもダブルはないのか。ああ、エイズキ釣ったら更新できるんじゃないですか。釣った方歌いたくないあれ。こんにちはですよね。自分の自キャラの名前絶対読めないし俺、うん、長いし、うん、なんかあの HTB とコラボしておんちゃんの被り物とか出してくんないかな。なんの、あー FF で、 FF で、そうデブチョコ、おんちゃん。そうか、厳しいと思うな。おんちゃん被り物したらもう絶対俺おんちゃんって呼ばない、安田さんって呼ぶから。でもいいっすよね、マウントのコロボックルとかがあるんだったら、うん、あのモデルでオンちゃん作れますよね。マウントオンちゃんとか。ちょっと手生やせば。手生やせば。ミニオンのオンちゃんとかさ。かわいい。ミニオンのオンちゃんとミニオンの大泉さん出したら殴り合いするとか。そう。なんで大泉さんなの。この野郎っつってこうオンちゃん殴るみたいな。そう。飛び蹴りキック。飛び蹴りですよ。ここまで来たら水曜どうでしょうとコラボしてほしい。いや、ここまで来たらって君の中ででしょ。うん。いや、もういいんじゃない。だって有名じゃん、どうでしょう。藤村さんいいって言うよきっと。あの、そうね、新しくなったのね、HTV の場所が。ああ、そうなんですか。あ、なんか新社屋できたって言ってましたよね。うん、坂ではなくなった。へえ。HTV 見に行きたい。あの、どうでしょうの聖地のあの公園行きたかった。ああ、行きたかったってなんで過去形なの。いや、札幌だって1月行ってきちゃったじゃん。ああ、 1月、2月じゃん。2月だっけあれ。だって雪祭り行ったの。雪祭りって2月でしょ。あ、2月だっけか。うん、それすら覚えてない。キャンサーだ、キャンサーは無理。
そうですね。いいなぁ。万神藤村 D とか出てこないかな。出てこないよ。DPS チェックでこう絶対藤村 D がめっちゃ笑ってんっつって。アンコアンコフェイズアンコアンコフェイズでもまんじゅう持ってきなさいよーっつってなんか平和だな、はい